どうも皆さんこんばんは、オオカミのチャンネルへようこそ。本日はオキシゲンノットインクルード宇宙ロケット開発を目指してやっていきたいと思います。電気が全くない。20、いやー一回使おうか。とりあえず一回テコ入れをして、とりあえず石炭入れて、4つでよくない？これで2トン、3トンぐらい減ってるのか。恐るべし。あーちょっと動いたね。それでやえトイレ、問題の水をやりたい。汚染水を汲む場所を指定してあげて、34度。やっぱりこれか。これ組んで、でもボトル、ああボトルにして持ってくればいいのか。違う汚染水持ってこないかな。まあいいや、とりあえずもう無理だもんな、それはどうしようもない。どうなるこれで。もはや110度だけど。あー待って、これもこうし、持ってる汚染水持ってるね。開けた瞬間に熱い気がする。このボードいらない、とりあえず。このボードだけ解体したいんだけど、これでいいのかな。全然暑いけど、ただただ無駄な水を持ってきてる気がする。一瞬にして温まるってことか。これ組んでくれるんじゃないの、この汚染水。ボトル開けだからダメなのか。何の意味もなさない。
どうしようかな。正表記ね。ああでもこれを使うためにはポンプを使わないといけないんだ。この水って何度？91度。1個つけたところ10なるでしょ。難しいな。ちょっと待ってよ。これ？違う。これ1回で14度冷えるんでしょ？ということはこの水を吸えば5回通せば0度になるんでしょ？しばらく動かしてキンキンに冷え切ったところでこの機械を壊せば、それかこれも自動化にすればいい。オーバーヒート125。でもどうやって吸う？吸うやつがないと無理。作れないな。ここで吸って。上に置いて、これダメでしょ、多分。ダメだよね。いやーここ熱い。いやーこれこっち側だって3枚あってもいいぐらいだもんな。違うな。どうしようかな。これをずらす。あーでもずらしたところで1個上に行くだけか。で1個上にして壁にして、まあそうすれば1段できるけど、ここにして、そして1段にして、ここにして、給水ポンプここに置いて、ここで冷やして流して、いややってみようか。とりあえず全部試していこう。これ何で作ったの？金アマルガム。解体して。はしご解体して、これ解体して、これも解体して、これ解体して、ここタイルにして、ここ電気にして、ここ解体して、でこれ解体して、ドアにして、いやーそんなうまいこと可能かな。結局一瞬にして温まるから意味ない気はするんだけどな。
これミニ給水ポンプ。ダメじゃない？プラスチックなんだけど、今見たけど。プラスチックなんだけど。オーバーヒート75度とか言ってる。これ置くしかないか。いやなんか無駄、ほんと無駄なことしてる気がするな。絶対に無理そうだけど、やった。浮かばないから仕方ないよな。これをどうするの。ちょっと待って、くよくよしない負けるな。これ上下から、だから白から緑で出すのね。白から緑だから吸い上げて、あ、鋼鉄ギリギリある。1200だけど、これでいいか。白から緑だからこう。こうして配管して、こうして、これでこれで冷えるようなら、これにこれに自動化ってつくのか。液体の量を調節して、え、でも温度センサーとかないと無理じゃない、自動化でも。あ、これこれで周りの温度が100度を超えたら、あ、いけるのか嘘くさいな。だってこの持ってきた汚染水が一瞬にして温まってるからでしょ。大した意味がない気がするな。まあやってみるか。そしてこれダメって言われてる。そもそもにして計画がダメ。そもそもタイルがないって言われてる。あー、これは大丈夫か。ギリギリダメって言われてる。ダメって言われてる。これダメじゃない？ここに来てまたパイプ地獄なのか。え？どうしたらいいのこれ。この配管を解体。いや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 、上から通せばいいのか。届くかどうか怪しいけど、届く？建設不可だって。はしご届く？ちょっと待って、これをやめて先にはしごでこれでいけるかな。なんでこれ建設不可なの。はい、時間も気づかずやってました。本日はこの辺で途中ですが終わりたいと思います、次回これちょっとやってみたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオス、アビゴス、またね。